グロムスモンは近海に属するモンの一つ。約230種が記載されている。陸上植物の放肆体の根や配偶体の大半と共生してアーバスキュラー菌根を形成し、リン酸の吸収を助けていることで知られる。一般的には陸上植物に栄養を依存すると考えられているが、いくつかの種は植物と共生せずに生存できる可能性も指摘されている。 全世界の地中に生息し、陸上植物の8割以上と共生することができる。湿地、遠征湿地などにも生息するほか、着生植物などとも共生する。また、ゲオシフォンは多細胞の陸上植物とではなく、原核生物である年次も族の卵巣と細胞内共生を営んでいる。まばらな核壁で区切られた多角禁止を持ち、その先端に、 直径80から500マイクロメートルの胞子を形成して無性生殖する。ディバーシスポラメの種では、小脳内に胞子が形成される、球根状の構造から形成されるなどの形態が見られる。生体栄養性であるために培養が難しく、生科学、遺伝子的な研究はかなり遅れていた。この問題は、 最終的に植物の根の細胞と共に培養することによって解決された。こうして胞子からリボソーム RNA を分離することができ、16S な系統解析を行うことが可能となった。これにより、グロムスモンワニカクキンと共通祖先を持つことが示されている。また、この配列を分子時計の手法で解析したところ、 他の菌類からの分岐は4億6200万から3億5300万年前の間であることが示された。この結果はグロムスモンが植物の上陸に深く関わっていたという仮説を指示するものである。初期の分類は根の金棒で見つかる放子農家の形態に基づいたものだった。大きさ、形状、色、菌種との接続。 染色液との反応などの形質が用いられたが、形態的な類似性から、グロムス族が別の系統である厚木ケカビカ、エンドグナッチに含められるなどの混乱を招く結果となった。この混乱の後、アカウロスポラ族、キガスポラ族の二族により、グロムスズナが建てられ、続いて、グロムスカ、アカウロスポラカ、キガスポラカの三加が建てられた。 グロムス属に似た方種を形成する数種は、グロムスモンの中で早くに分岐したことが分かり、パラグロムス目、アーケオスポラ目の二目に含められることとなった。アーケオスポラ目には、卵巣と共生するゲオシフォンが含まれる。また、グロムス属はいくつかのか、属に分割される可能性がある。現在の分類は以下のようになっている。ありがとうございます。